3位です。チェコのラドカ・セメノワです。ヒンヒンを飛びましたけれども、ちょっとやはりスピードと突き手が弱いと、はい、したがって肩の周りが止まってしまいまして、後半腰の折りが目につきますね。今の1本目、はい、やっぱり突き切ってないですね。そうですね、はい。まあ、荒川さん、攻めの輪がですね、はい、9.95 を出しますとグナップと同点なんですが、この今の飛び方ですと満点で、そうですね、9.556、せいで 1.6 止まりですね、はい。攻めのは1本目は 9.35 でした。そうですね、やっぱり腰を取ってますので、どうしても点数出ませんね。あまり伸びませんでしたが、さあ2本目、今度はどんな飛び方でしょうか。これも塚原、後ろにちょっと両足が流れてしまいました。